ラバルエです、お願いします。 M1 の動画ばっか見てないで東大に行け。そんなこと言わないでください。ありがたいじゃないですか。お前風水屋ばっか見てそうだな。いいでしょ別に、風水屋さん面白いですもんね。すいません、尾身聡と阿部寛で漫才やっていこうと思うんですけども、いや阿部さん、僕ちょっと悩みがありまして、やっぱどうしてもね、初めて入るカフェってなんか緊張して入りづらいなっていうのがある。そのちょっといいか。はい、M1 グランプリ、そして吉本興業の皆様、勝手に批判して大変申し訳ございません。阿部さん、謝っちゃうんですか。お前らの中にも知ってる奴がいると思うが、俺たちは M1 の3回戦、そして準々決勝で M1 のチケットは高すぎるとか、 M1 の結果はもう吉本が全部決めてあるとか言ってきた。いやそうですよ、でもそのおかげでここまで話題にしていただいてるんじゃないですか。誠に勝手な発言でし申し訳ございません。ちょっとらしくないですよ。これでいいんだ。よくないでしょ。いいんだ、 M1 の動画でカットされなかった時吉本様様だろう。俺たちぐらいだぞ、 M1 で毎回新ネタやってたの。あの、初めて入るカフェって緊張しますよね。私客があるんで店員やってください。ちょっとおかしいですよ。阿部さん、阿部寛は時代にメスを入れていかないと。客が見てる。それが先生の良さだったんじゃない。何ですかこれ。もういいだろう。いや、よくないでしょ。おいやめろ。嘘だ。なんで。俺はもう吉本をいじれない。爆弾だなんてこと。準々決勝の次の日に新宿歩いたらつけられた。そう、おかしいよ。こんな先生はただみんなを東大へ連れて行きたかっただけなのに。あんま言うな、お前が言っても俺は爆破されんだ。くそくそ。おいやめろ、無理に外しても全員爆発されるんだ。俺勉強したんです、先生に言われたから。東大目指してみようって、もともと機械とか好きだから理科一類かなって。工学部じゃねえか。だからこれくらいなら俺にだって止められるはずです。おみ、赤い線か青い線、どちらかを切ればこの爆弾は止まります。赤もんの赤だ。止まった、先生止まりました。特別授業始めるぞ。よっしゃー。おい吉本聞け。何を今さら決勝進出の吉本芸人の割合を下げてんだ。そうだそうだ、今さらやっても変わんねえぞ。やるならやり通してみろ。あとお前ら知っとけいいか、 M1 の配信を見るファニーオンラインチケットってサイトがある。これはな、100円で1ポイント貯まるんだ。これを初めて景品とかに交換できるポイントが500ポイントなんだ。この500ポイントを貯めるまでには M1 を20回見なくちゃいけない。そうして20回見て初めて交換できる景品が吉本芸人シャープペン2018。おかしいだろう。還元率悪すぎるだろう。いいか、俺たちで変えてくんな、バカと物騒。M1 の敗者復活戦野外でやってるけど、あれ誰が得してんのって思ってるお前ら、東大に行け。いつでも東大戦から待ってるぞ。明日 M1 の決勝があります。みんなで見届けましょう。どうもありがとうございました。